皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今回紹介したいゲームはこちら。モンスターサンクチュアリーだ。どんな感じのゲームかというと、メトロイドバニア系のマップにポケットモンスターを合わせたようなゲーム。たくさんのモンスターを育成しながら、探索していく RPG といった感じ。お値段は2050円となっています。セール時にはもう少し安くなると思います。ウィッシュリストに入れておきましょう。レビューも非常に好評となっていて、この値段でじっくり遊べて面白い。個人的には買い一択。100匹以上のモンスターがいたと思います。どれも個性豊かで可愛いしかっこいいし。これぜひみんなにやってほしいです。モンスターサンクチュアリーという場所で物語は始まります。主人公はこのモンスターサンクチュアリーで、モンスターを育成するモンスターキーパーとなって旅をしていきます。この4つの中から好きなモンスターを選ぶんぜ。まずは相棒のモンスターを選びます。どれもとても強く見た目などで判断して選んでいいと思います。ステータスは攻撃、魔力、防御、HP、マナ MP と基本的なステータス。そこに属性と言われるものがモンスターで違ってきます。属性があるということはもちろん効果はバッチリな属性や、効果はいまいちな相性があるってことですな。ということで今回は青い見た目をしたウルフに決定。他のモンスターはライバルモンスターキーパーの相棒になります。この地で有名なモンスターキーパーの家系は主人公合わせて4つ。この4人で切磋琢磨しながら成長していきます。モンスターは一匹一匹に名前をつけることができます。好きな名前をつけてもよし、そのままでもよし。で今相棒のモンスター一匹しかいません。モンスターを倒してモンスターの卵ってのを手に入れる必要があります。モンスターに接触するとバトルが始まり、ターン制の戦闘が始まります。モンスターと戦い勝ったからといって必ず卵を手に入れるわけではありません。もし仲間にしたいモンスターがいた場合は、何度も倒して仲間になるのを願いましょう。まずは敵の情報を見て、敵の弱点と耐性を確認しましょう。このモンスターの弱点は風、耐性は水となってます。属性のマークは実際にプレイしたらすぐ覚えられると思います。今の手持ちの攻撃だと、エアシックルが風の攻撃になります。矢印のマークがダメージの横についていれば効果が抜群だ。弱点の攻撃になってます。属性は火、水、風、血の4つで、プラス無属性があります。さらに、攻撃パターンってのがあって、物理攻撃の属性か、魔法攻撃の属性かがあります。技の横に剣のマークがあれば物理攻撃。杖マークがあれば魔法攻撃となり攻撃力依存なのか、魔力依存なのかが変わります。リザルトで、今回戦ったランクが発表されます。星マーク没で最高。このランクが結構重要でこのランクの違いで報酬が変わってきます。その説明する前にまずは卵を孵化させましょうかね。ブロブというモンスターが生まれ仲間になりました。戦闘には3匹出すことができ、パーティーは6匹パーティーで構成されます。戦闘が始まる前にモンスターを3匹選ぶことができるので、敵との相性を見ながら6匹のパーティーから3匹を選ぶこととなります。先ほどのランクの話ですが、ランクが高ければモンスターの卵を手に入れる確率が上がります。なのでリザルトランクを上げることが新しいモンスターを手に入れる鍵になるのですが、相手の弱点属性を攻撃することがランクを上げる要素となっています。相性はしっかり確認して戦うことです。レベルが上がるとスキルポイントがもらえます。
モンスターごとにいろんなスキルがあって、初期のモンスターだからといって弱いってことがないんです。このゲームの面白いところがそこにあって、どのモンスターも強くなれます。どのビルドに育てて、パーティー編成をどうするかがとても大事になってきます。ご覧の通りスキルツリーが大体4つから5つに分けられています。特化して育てるか、まんべんなく育てていくのかは自由ですが、個人的には特化型にしていくのが面白い。いろんなパーティー構成ができるので、防御特化型にして攻撃特化型モンスターを守る編成にしたり、いろんなパーティー編成を考えるのがものすっごい楽しい。モンスターの数が多い。スキルの数が多い。そしてじっくり考えて行うターン制バトル。マジで完成されたゲーム。本当におすすめでござる。メトロイドバニア系のゲームとしても面白く作られていて、手持ちのモンスターの特殊能力を使って探索します。今一緒に行動してるモンスターは隠し通路などを壊せる能力で、ひびが入った壁を壊した空箱などを見つけることができます。お供モンスターはいつでも変更でき、そのモンスター特有のスキルを使えます。新しく捕まえた飛行系モンスターでは少しの間捕まって飛ぶことができます。これにより普通のジャンプではいけないちょっと高い場所に行けるようになります。足が速いカンガルーみたいなモンスターがいるんですが、そのモンスターに乗って早く移動できたり、いろんなモンスター捕まえてどんなスキルがあるか確かめるのも面白いです。野生の手につけられない強いモンスターをチャンピオンと呼びます。このチャンピオンが最近このモンスターサンクチュアリで大量発生しているんだそう。主人公合わせて4人のモンスターキーパーはチャンピオンを倒しつつ、大量発生している謎を解き明かすってのがこのゲームのあらすじ。結構難しく簡単に死ねます。バフデバフをしっかり理解し、相手の弱点をどれだけつけるか。そのためには100種類以上いるモンスターをどう厳選して6パーティーにするか。100人に聞いたら100人とも違うパーティー構成になってそう。それぐらいどのモンスターも考えて使えば生きてくる。皆さんもぜひモンスターキーパーになって、このモンスターサンクチュアリの謎を解いてみてください。デュエルといってモンスターキーパー同士で戦うこともできます。野生のモンスターと違ってかなり手強くなってきます。そしてパーティー全員を倒す必要があります。まずはじめに3引き出し、やられたら交代といった感じ。相手のモンスターの情報は見えますが、どのモンスターが最初に出てくるかわかりません。できるだけ不利にならないように3引き出しましょう。このデュエルはストーリーを進めていく上でも必要です。必ずバトルになります。しっかり6匹育てましょうね。ということでモンスターサンクチュアリーいかがでしょうか？ぜひ気になった方遊んでみてください。ターン制バトルが好きな方は絶対ハマると思います。ということで今回はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。